今朝、静岡市清水区の美保海岸で釣り人が珍しい透明な生き物を釣りました。毎日海に行く釣り人も初めて見たということです。感触はあのクラゲみたいな感じで透明なんです。本当に綺麗な透明で中が透き通って見える。本当見たことない。めちゃくちゃかっこいい。静岡市清水区の養蜂家前田総一郎さんが今朝釣ったのは全長50センチほどで重さがおよそ 1.7 キロあるゾウクラゲです。釣りの仲間の間でも見たことがある人があまりいないという珍しい生物。すごい、プニプニしてますね。なんかのかアロエじゃなくてなんかゼラチンとかアロエみたいな。そうそうそう、似てますよね、はい、なんか美味しそうって。意外と弾力があって。あります。背中がすごい変わっていて、このヒレの部分っていうかヒレかもわかんないですけど、ここがガラスのように固く透明なものがついてる。ここに東海大学によりますと巻貝の仲間でゾウクラゲは、はい、この三角形の部分が貝の殻にあたります。ゾウクラゲの体は柔らかく損傷しやすいため、これだけ綺麗な形で捕獲されるのは珍しいといいます。普段は太平洋の水面近くから深い海にかけて生息しますが、冬から春にかけて駿河湾では海岸近くでゾウクラゲが見られることがあるといいます。今噛んできた。やっぱりまず食べるし。ちょっと待ってください。食べる、まあ僕全部食べるんですよ、釣ったものは。そう、なんかちょっと美味しそうな感じはしますよね。ちょっとこうイカのなんかこうお刺身みたいな感じ見えますので、ちょっとわさび醤油で食べてみるとか、はい、魚釣りって一期一会っていうかね、どの魚もその時にしか出会わない魚だから、これもその中の一人